これはひどい。怖いよこれは。ちょっと難しいな。難しいねこれ。で3は近い。判定やすいし。曲がらない曲がらない。こちらも雪上車にロープつけてスキー履いて興奮するんだけど、それに似てる。先頭のやつに雪かぶっても早いみたいな。ウケる。めちゃくちゃ開拓してる。真ん中誰も飛んで取れないからさ、ちゃんと大事にしよう。吹き溜まりますめちゃめちゃ雪乗っかってる。
って。消えた、シューって消えた。嘘、何落ちた。落ちてた。滑った。あ、これすげえ滑るな。なんだ、紐あれば、なんか掴ればいいんだね。紐あればいいんだ。あ、掴むとこないんだ。うん、大変楽しゅうございました。いいね。着地冷たいんだけど、感覚ないんだけど今。死ぬ死ぬ死ぬ。いいね、最高でした。多分本当下まで行ったら死ぬ、なくなってるわ。下から登ってくるって辛いわ。満開だからさ。満開するんかい。死んじゃう。もうさっき登ってくるだけでも結構きつかった。あんね、あ、ダメ、ゴム。あ、ワイヤーの方がいいよ。あれ、梅たちワイヤーなの？ワイヤー。ゴムだとね。一気に加速するときこれあるんでしょう。うん、ダメ。あれね、たるんだとビョーンってくるからね。うん、あれは相当くる。なるほど。じゃあ次ワイヤー。ワイヤーだね。ワイヤー欲しい。まあ、ワイヤーと、まあ、まあ一回温まったらいいじゃない。うん、一回温まろうぜ。ダメ。ちょっと押した。もうね、2人で大笑いしたんだ。全部回ってればいい。往復は落ちなかったの。ああ、キヨ様言ったけど、もうダメなっちゃった。案の定やっぱりそこの入り口で。いや、絶対落ちなかった。絶対吹っ飛んでる。やっぱり、引かれると思ったよ。いや、吹っ飛んでると思ったから、だってスピード出してなかったよ。絶対あそこで落ちてるなと思ってたから。あの速さは尋常じゃねえよ。まだいるとか言ってるし。まだいる、まだいる。ロングアウトした。すげえ、あ、ちょっと今日はこんなところで。すげえ、二足満開なのに。